男性向けビジネススタイル講座を始めます。講師はスタイリストの高野久子さんです。よろしくお願いいたします。案内役は外見リスクマネジメント基礎講座の石川恵子です。今日は脳体に合うシャツということで解説をお願いしたいと思います。はい。特にクールビズの時期になりますと、皆さんとてもお悩みの方が多いと思います。そもそもスーツの時に脳体というのはマナー的に本来はお勧めしません。あ、ダメなんですね。はい。やはりスーツというものは態度アップして、スーツと言える。特にオンビジネスにおいては。それをいくらクールビズだからといっても、外して、すっというのはちょっと私的にはお勧めできないんですけれども、唯一その中でも襟の形が崩れないものを今日2点ご用意いたしました。これは襟が崩れないってことですね。はい、ワンピースカラーとも言いますけども、一続きになっているので襟の、まあ、あとイタリアンカラーっていう言い方をする場合もあるかもしれないですけど、ね、何が違うんでしょうか。肩崩れしないっていうことなんでしょうか。そうですね。はい、襟がちょっと高めになってて、前立てのところとつなぎ目がないので、綺麗に R がかかって収まりがいいんですね。これは普通にネクタイをしても構わないですか？はい、もちろんです。はい、でも特に脳体でも綺麗に見えるということなんでしょうか？そうですね。それで、なぜこれをお勧めするかと言いますと、昨今の、クールビズの時期になりますと、皆さんスーツにボタンダウンシャツを合わせていらっしゃるのをお見かけするの で、ね、それが違いますよということを言いたいです。ボタンダウンだとなんか肩崩れ しないからいいんだということで、これも世の中の繊維業者さんたち の戦略ではないかと思うんですけれども、簡単ですしね。でも、そもそもボタンダウンシャツというものはビジネススーツに合わせるような襟の形ではないんです、ということは、ボタンダウンは避けた方がいいと。スーツにボタンダウンなんて持ってる方がいい。避けるといえば、とにかく NG ということですね。そうですね。なぜか知りたいですか？はい、お願いします。はい。もともとボタンダウンシャツというのは、かの有名なブルックス・ブラザーズの創始者が発明したものなんですね。で、競技の中に、スポーツの競技の中に、馬に乗ってやるポロという競技あるのご存知ですか？はい、知ってます。その時、シャツを着ていたんですね。で、馬に乗って馬上でこう動き回ると、風が、向かい風なので、その襟の先が顔に当たってしまう。それで邪魔だということで、ボタンをつけて、顔に当たらないように、競技の邪魔にならないようにするために作られたものなんですね。ですから、とてもスポーティーなものなんです。まあ、なんかそれはそれで合理的ではありますけど、はい、ビジネスのシーンでは風が来て顔に当たるということはありませんよね。ですから、そういうなぜそのボタンダウンというものができたのかっていうその歴史を知れば、スーツに合わないなということは一目瞭然じゃないでしょうか。ということは、イギリスでは皆さんボタンダウン合わせてない。合わせてないと思います、まあ、ね。ボタンダウンは何か、スポーツ系のクラブとか、大学のクラブとか、そういうところでは使ってらっしゃると思いますけど。まあ、あとはそのジャケットパンツだったらいいってことですか？そのスーツはダメだ。そうです。はい。ジャケットパンツの時は全然問題ないでね。で、タイをそのまま締めていただいても、ボタンダウンに締めていただいても。ジャケットパンツというものは、スーツではないので、かなり、正当なものではなく、二次的なビジネススタイルですので、デイリーにも問題ないです。絶対ダメということではなくて、まあ、その合わせ方ということですね。スーツスタイルではおやめくださいということです。はい、わかりました。はい、厳しく言われましたので、はい、皆さん心がけましょう。でこちらが、ですね、実際来た時の。そうですね。デイリーの収まりがすごくいいと思います。はい、そう、綺麗ですね。はい、これだったらボタンダウンじゃなくてもしっかりと収まりが良さそうですね。はい、立体的になるように前立てのところがちょっと写真で分かりにくいかもしれないんですけど、そこがロールアップするように一つながりになってるっていうところでしょうか。それでワンピースカラーって言うんですね。ワンピースカラーって言うんですね。はい、じゃあ買いに行くときはこれワンピースカラーの
ものはありませんかって聞けばいいんですか、お店では。お店でもわからない方がいらっしゃるかもしれないですけど、どこに行けば売ってるんでしょう。そうですね、なかなか売ってないですよ。そうなんですか。だから作る方が多いですよね。これはお店のものですけれども、まあどちらかというとイタリア系のお店のショップの方はセレクトショップとかのが売ってますね。わかりました。はい、じゃあ、あの夏用にはワンピースカラーを、はい、ワンピースカラーじゃなくてワンピースカラー、ワンピース、ワンピースカラー、はい、わかりました。ありがとうございました。はい、今日はノーネクタイに合う、ノータイに合うシャツ、はい、ということで解説をお願いいたしました。ありがとうございます。シャツ、そうですね、シャツ、はい、はい、ありがとうございました。はい